マフィアには、チェコのゲーム制作会社イリュージョン、ソフトワークスが発売した、コンピュータゲーム。マフィア、ザシティ・オブ・ロスト・ヘブンの続編で、2K ゲームズから発売された。2007年8月に発表され、対応機種は、プレイステーション3、マイクロソフト・ウィンドウズ、XBOX360 である。北米では、2010年8月24日に、 発売され、オーストラリア、欧州等のパル県では、2010年8月27日に発売開始された。エンパイアベイには3つのファミリーがあり、この3つのファミリーによって、コミッションが設置されている。コミッションにより表立った争いは起きていない。エンパイアベイの各地域にはそれぞれストリートギャングが存在する。ギャングメンバーに対し攻撃すると、 周辺の同ギャングメンバーからも攻撃される。エンパイアステートビル市内には、ダイナー、バーレストラン、ガソリンスタンド、衣服店、武器や自動車整備工場が多数ある。また、飲食店では、同じ食べ物と飲み物の値段が店により異なっている。番組は、車のカーラジオ、自宅のラジオで聞くことが可能である。 1940年代と50年代のオールディーズの曲が流れている。上の登場車両と同じく季節や時代によってラジオから流れてくる曲が違う。1945年2月のストーリーでは第二次世界大戦中のためニュースで戦争の状況を伝えている。また、各ミッション終了後はビトが起こした事件を速報する。ただし、 チャプター1とチャプター6、チャプター15は例外。2010年5月26日に発売が発表された。北米版の他日本語版が配信されていたが、マフィア3が発売された後、削除された。2020年5月に、プレイステーション4、Xbox One、Steam で、HD リマスター版、マフィア2コンプリートエディションが発売された。 通常版の DLC がすべてセットになっており、スチーム版の通常版購入者は、コンプリートエディションへのアップグレードが可能。前作のフルリメイク作である、マフィアコンプリートエディションと、続編、マフィア3をセットにした、マフィアトリロジーパックも同年に発売されている。ありがとうございます。